どうも、おはこんばんにちは、ホービードバです。オーシャンホーン、ブーレイ再開していきたいと思います。さて、何をすればいいんだったか。まあ、前回から道具をちょっと集めてこいよと言われたんだったかな、おっちゃんに。問題はどこにあるかだよね。何が何やらだ、正直。おっちゃんに頼まれたものをもう一回確認しに行った方がいいかもしれないな。よいしょ。ハーミット、おいや。アクションボタン、ツボも投げる、ハーミット、歴史の目の前で、二つの星を見つけ出したかって、お前な。書いてあるだけか。どこだっけ、なんか、やらなきゃいけないことを言ってくれるものがあったはずなんだけど、おっちゃんどこや。前回から、この、マスターソードって言おうと思ったんだけど、新しい剣を手に入れてコイルが若干上がったのがいいよね。うん。そっか。椅子を探してくればいいかな。ここにあるってことだよね。おそらく他の、なんだろう、島とかじゃなくて。前回からね、ブーツのおかげで移動できる範囲が広くなったから、まあ、そこら辺にあるだろうと思うんだけど、着なかったところに行けるようになってるんだろうな。椅子か、覚えがないな。どこら辺にありましたっけね。意外と前に通ったところに本当にあったかもしれないんだけどね、全く覚えてないんだよ。島のこっち側かな。せっかく剣をね強化したというのに、まずバトルにならないというね。こいつらはねまだいけるけど、いや、全くないな。椅子か。とりあえず適当にダンジョンとか入って探してみるかな。洞窟、椅子、おっちゃんの家の中にあったりとかしなかっただろうか。ボタンでどうの、ここ前にクリアしたとこだよな。でも全部やった気がするな。ただ上に掘れるところが確かあったんだっけね、出口で。出口が一つある。あ、レバーか。そっか。あ、あったあった。でも特に何もないってことか。俺は参った。分からんぞ。ちゃんの家かな。これではないんだろう。多分持ってこいって言ってたけど、こうやって持ってけばいいのかな。手もたれて。だから、これは、もたれかけられないよね。じゃあ、これじゃダメ？おう、いいんだ。おう、おう、いいよ、おっちゃん。旅行用のベッド、今日俺投げた気がするな、おっちゃん。俺、さっき、自宅にあるやつ、ちょっと投げちゃったんだよね。戻ってるかな？戻ってなかったら多分、島移動しないと、これだと思うんだ。ちゃん、これ移動結構時間かかるよ、ちゃん。なんとかなんないのかい？
ローチランプ。これじゃダメ？これじゃダメ、おっちゃん。ダメか。そうか。トーチランプってあれちゃうんかい、おっちゃん。これ、もう一つあったんだけど。あのおっちゃんがなぜか、あれじゃダメって言ってるね。これじゃダメかい？あ、ごめんね。これじゃないみたいですね。トーチランプってなんだ？ランプだから、あれだと思ったんだけど。含めか、他に光るもの。トーチランプ。ポーチは松明なんだけど、あれランタンだもんね、さっきも持ってたやつは。よし、あのおっちゃんが言ってることと持ってきているものが実際はちょっと違うからな。ここら辺も考慮せねばならないかな。この虫たちを持ってったらそれで OK って言ってくれるんじゃないか、あのおっちゃん。トーチランプじゃないけど、何のことだトーチランプって。見当がつかないな。後ろ追いかけてきてるけど、でこれじゃないのおっちゃん。これじゃダメ？受け取れよ、おっちゃん。遠慮するなって。ダメか。わかったわかった。ちゃんと考えるよ。トーチランプってなんだ？あー、あれか。あれか。多分これのことや。どうや？よし。風緑ってここら辺なかったっけ。家の中じゃないよな。なんかどっかで見たような気がするんだけど、なんか家の中じゃないよね、確か。中ではないな。風緑あっちかな。ほんとどこかで見たような覚えはあるんだけれど、どこかで見たような見なかったような、どうだろうか。ここにはないよな。そこら辺の飛んでいる鳥を撃ち落として風緑だって言い張るのはダメなのだろうか。おそらくダメだよな。別の何かの団体からまず訴えられるよね。よくない。風緑ほんとどこだ。見当がつかないぞ。これだけちゃんと指定してきやがったからな、あのおっちゃん。相当大事なんだ。他のは若干適当気味だったけど。じゃないで、風緑なんて。本当、このモンスターじゃダメかい？おお、なんかできとる。なんかできとるぞ。できとるぞ、おっちゃん。どういうこっちゃ。あと一つ。あれは風緑がないと完成しない。見つけてくれるかい？鳥の形と金属製の風、
なんだおっちゃん、家でも作るのかい？剣とか使うんだ。とりあえず探すか。あと行ってないよ。カズオミドリを頼まれてからだけどね、行ってないね。しかし雑魚敵が一撃だよね。確認しながら歩いているんだけど、あれかな、おっちゃんの家の中とかにあるのかな。いましたっけそんなのね。風緑はね、どっかで見たような気がするんだよ。っていうか家の中に風緑があるっておかしいよね、自分で言っといてなんだけど。おお、間違えて入ってしまった。風緑が見つからないとこのパートはもうなんかおっちゃんの頼まれごと探索で費やしてしまう。それは良くない。ここショボタンで壺を持ち上げる。そういえばそうだね、そんなのを最初に教わった覚えがあるよ。教わる前から投げてたような気がしないでもないけど、風緑がわからんぞ。ちょっと待てよ、止まった時の爆弾ここら辺にないだろうか。どっかに隠されてたりはしないよね、なんか物の下とかに。アーミットの小屋。風緑だから高いところにあると思うんだけど。ここら辺とかにありそうだよね、場所的にはないからな。ちょっと回ってみよう。どっかの洞窟かな、見つからないってことは。どこかしらの洞窟内に風緑が放置されているんだろうか。おお、また間違えて行ってしまった。壺を持ち上げようとしてね、つい入っちゃうんだ。ないぞ、おっちゃん。どうすりゃいいんだ、おっちゃん。ハーミットのピクニック。場所。あとはあっちだよな。ここからでも、パッと見何もないよね、あっちも。もう見つからない場合はあれですね、編集でつなげるしかないパターンや。結構割と見つかんないんですよね。どういうこっちゃ。
洞窟の中にね、風緑があるとは思えないけど、一応探してます。これで上の方にも行って風緑がなければ、一回編集でつなげようかな。出ないとこの前のダンジョンみたいになってしまう。15分以上探し回ってる動画になってしまうからな。それは避けたいところだ。もうぶっちゃけ15分経ってるけどね、まあ、他のものを取っているからずっと探してるわけではないんだけどね。風緑を、風緑ってことはね、こういう高い場所にありそうな気もするんだけど。メニューからアイテム出て開く。よーし、なかった。ということで一回編集でつなげよう。ということでつなげるぜ。さて、で、あれだ、途中経過だ。なぜ船に乗っているかというと、実はあの後30分ほど探し回って全く見つからなかったんだ。なのでしょうがない、ネットで調べよう。ということで調べたら、あれ、なんかどっかついたで。まあいいや、調べたらティカレルにあるみたいなんだよ、あの探してた道具。だから見つからないわけだ、あの島でぐるぐる回っても。なんだこれ、イベントが起きて変な島に流されたぞ。おお、おやじさんじゃないか。Hear me this one last time. Let my boy find a safe path and guide him towards the answers. Destiny never gave him the chance to escape this burden. I'm losing my strength. オーシャンホーンか。Lost with this monster, and I don't know how much longer I can retain it. But until my last breath, I will wait for the moment to be reunited with my boy again. No matter what lies ahead. We'll be fighting along your side. Saul, Nato, Trito.ああ、そういうイベントということか。早く助けてあげないとな。おっと、船だ。そうか。ティカレルの街にやってきたぞ。さて、これで風緑がなんか上にあるから、それを取るみたいなこと。ああ、こっから見えるぞ。あの、鳥の風緑かな。鳥の風緑っておかしい、鶏みたいな風緑。これ、あ、こいぞ、これこれこれ、こいこれこい、あ、取れた。俺これネットで見てなかったら一生探し回ってた。絶対わかんない、ここだって。なんか街の人の会話を聞いてたら、ここだって言ってるの、昔にここ通った時なんかこれの話をしていたみたいで、それを覚えてなくちゃいけなかったらしい。散歩歩いたらね、忘れてしまうホビドアにはとてもそんなことはできない。はい、もうあれだ、ごめんなさい。行きますよ、行きますよ。あれだな、こういう探し物はあれなんだろうな、風のタクトを思い出すな。あれも随分プレイしていて悩んだものだ。そして当時パソコンとかなかったんだよね、ホビトは、フヌシね。で、風のタクト、ゼルダの風のタクトをやってて、トライフォースのかけらなど、トライフォースのかけらだったっけかな、なんかそんな感じの集め物がラストのラスト、もう最後ら辺にあって、で、海をもう探し回らないといけないんだね。ほとんどヒントないんだ、あれ。実はヒントの取り方があるんだけど、そのヒントを取るのすら難しかったんだよね。なので随分と迷った覚えがある。主人公が若干腰振ってないが大丈夫か、あいつ。ちょっと挙動不審だぞ。大丈夫か、主人公。ちょっと船酔いしたのか、それとも何かに目覚めたのだろうか。
長年ね、一人で船旅してるとね、なんかに目覚めちゃうかもしれないね。ジャック・スパローがそんな感じだったよね。だって、こっちは持ってきたぞ。船。おお、おお。どういう原理だ。ああ、そうかそうか。別に、あの小屋が、おお、なんだこりゃ。おっちゃん、一部原理がわかんないおっちゃん、どうやって作ったんだそれ。あ、なるほど、これであの空飛ぶ、浮かんでいる島へ行けるんだな。そしてカメラを若干操作できるぞ。あの風緑いらなくねえか。あれ、どっちへ風が行っているか見るためのものなんだろうけど、下からじゃ見れねえよ。あの気球の下からじゃね。見えないよ。BGM はかっこいい。だぜ。これ風がね、島の方向へ吹いていなかったら一発アウトってことだろうか。墜落した、俺の船が。Said she had fallen from the sky. Mary. I always called her the princess. あれ、なんだっけ、チーターだっけ。ジブリでなんかあったよね、そういうの。おお、間違えた。あれか、主人公のお母さんかな。ちょっと思い出せないけど。メアリーっていうのは。そしてあのおっちゃん、ドッカン工事しやがって、おかげで船が台無しだ。もう船ももらいもんだけど、しょうがねえな、あのおっちゃん。もう許してやるよ。風緑は絶対いらなかった。何の役にも立たなかった。なのに一番難しかった。どういうことだおっちゃん、どういうことなんだ。それなんぞこれ、落ちれる、もしかして。困った時の爆弾だ。いいしょ。多分何もないかな。やはり何もないね。そこら中に望遠鏡があるね。あ、こんなところに。わや、そしてよく父さんと泳ぎに行ったエリアだ。ああ、あそこふるさとじゃないんだ、ハーミットの島。新しい島が発見された。とりあえずブラッドストーン取っとこうぜ。あ、ここは入れないんだ、爆弾じゃ。そうか。うん、これは一体何のためだ。防御のためか、よくわからないが、ぽいな。こういうやつゼルダにいるよね、くるくる回すと死ぬやつ。ああ、それ違う、ゼルダじゃないや、マリオだ、マリオ。マリオでいる。うん、ブランドッコア。やはりこの島、何らかしらのね、技術で浮かんでいるということか。もともと浮かぶような島ということじゃなくて、これが主人公のお母さんの像かな。なんかそれっぽい気もするけれど、割れたりする、もしかして。やってみよう。ダメか。宝箱どうやって取るんだろう。ここから跳ねてくることができる。おうおうおお、痛い。そういえば盾をなぜ使わないっていう話だよね。入れるの、もしかして。ああ、そうか、今気づいた。ここにね、的があるんだよね。なるほど。で、あっち側ってことか。普通に変えとこう。ああ、盾何の役にも立たないや。
俺はどこへ向かってるんだ。でっかいやついる。ダメージ入らないな。あれかな、後ろじゃないとダメってことか。怖いな。これがうぜえ。やはり2発はちょっと無理か。鳥が、よし、いけた。こいつはなかなか強かったぞ。かな、おっと、悪敵が。さて、中途半端なところですが、今回はここで一旦切らせていただきます。では次回はこの島の探索、この洞窟内の探索などを進めていこうと思います。おそらくあのグランドコアと書かれていたところがここの島のダンジョンなんじゃないでしょうかね。最後のかけらを探すところ、エンブレムだね、こうあるんじゃないでしょうか。といったところで今回はここまでです。ではまた次回、褒美動画でした。